中国娘に噴するクシー。ルイス・キャロル撮影。アレクサンドラ・キッチンは、不思議の国のアリスの作者で知られるルイス・キャロルが、写真の被写体として、最も気に入っていた少女の一人。愛称はクシー。クシーは、ルイスのクライスト・チャーチでの同僚であり、後に、ダラム大学の総長を務めたジョージ・ウィリアム・キッチンの娘である。クシーの凶母は、アレクサンドラ・オブ・デンマークで、彼女は、 クシーの母の幼少時代からの友人であった。クシーには、弟が3人、妹が一人おり、全員がルイスによって写真を撮影されている。ルイスは、口癖で、If you want to make a great photograph, you just have to put to s u j i in front of the camera, と言っていたほど、彼女を気に入っていた。ルイスは、クシーが4歳から16歳の誕生日までにおよそ50回ほど、 写真を撮影した。1890年4月17日、クシーは公務員であり、音楽の才能にも恵まれたアーサー・カールと結婚し、6人の子供に恵まれる。その後、家族はクシーが亡くなるまでロンドンにあるウィンブルドンで暮らす。また、彼らはサントンに別荘を持っていた。死後、クシーはパトニー・ベイル共同墓地に葬られた。クシーはアリス・リデルや 他のルイスが撮影した子供たちとは異なり、後に彼に関する回顧録などは出版していない。ありがとうございます。